ロッド王とモルガンの子、ガレスです。かつてはアーサー王に仕え、円卓第7席をいただいておりました。もちろん初代の7席ではないですよ。円卓の騎士は常に同一のメンバーであったわけではないのです。私は円卓に加わった最後の騎士ということになるのでしょうか。未熟な身ながら、他の騎士の方々や何より陛下とランスロット卿が取り立ててくださったのです。あ、言いましたっけ、私ランスロット卿の従者のようなことをしていたんです。いつの日か最も優れた騎士となる、いずれ兄弟全員に匹敵する真の騎士になる。皆さんからはそんな風に言っていただいて、身に余るお言葉でした。え、プレッシャー、もちろんありましたが、ありませんとも。ランスロット卿の告発をアグラベインお兄様が決意なされた時は悲しかったです。ただただ悲しかった。私はもちろん反対しました。だってランスロット卿なんです。正式に私を騎士に叙してくださったのは、私にとってああなりたいという理想の騎士だったのです。はい、かつての私はランスロット卿に殺されました。何が起きたのかもよくわからなかったかな。ギネビア様を助け出して走ってきたランスロット卿の姿を目にして、私はあの方に、いえ、未練ですね。今さら何を言ってもあの日の私を止めることはできないし、私は何の言葉もいただけないし、彼の手が私の頭蓋を叩き割った過去は変わらない。彼の瞳には私少しも映り込んでいなかったでしょうね。わかっているんです。もう今さら悔やんだりはしません。ただ槍を振るっていた頃の姿で召喚されたからには、あの頃と同じく全力を持って戦うまで頑張ります私。